皆さんこんにちは。作文教室 U 北海道学習塾 U の藤本健一です。本日はですね、作文を書く上ですぐ役立つ作文書き方3つのコツというのをですね、お届けします。まずはこちらの画面をご覧ください。まず1つ目からいきましょう。1つ目、書きたいことは書くことで見つかる。これ例えばよくいらっしゃるんですね。原稿用紙前にしてもさ、何も書きたいこと思いつかないんだよね。はい、みんなそうです。原稿用紙を前にするとなかなか書きたいことは見つかりません。ですから、まず何でもいいから書いてみましょう。疲れた、楽しかった、暇、そんなでも構いません。一つ書くと何かもう一つ書きたくなってきます。あ、そういえばこういうことあったな、感想書かなきゃいけないけどこういう感想があったな、そういうのが見えてきます。小学生の方でしたら直接原稿用紙に書きましょう。中学生、高校生、そして社会人の方でしたら手元に何か白紙を用意します。その白紙に何でもいいからとにかく書いてみる。とにかく書いてみることで言いたいこと、そういうことが見つかってくるわけです。コツの2つ目、いろいろたくさん、とてもなるべく使わない。作文を見ていてたくさん出てくる言葉、それがいろいろたくさん、とてもなどです。これですね、何にも伝わらないんです。はい。いろいろな理由からこれが言えます。いろいろって何ですか？はい、そうなるわけですね。だからいろいろたくさん、とても使ってしまう場合は、具体的に書いてみましょう。こうこうこういう理由からこのように考えます。だいたい100人ぐらいの人が集まりました。普段運動をしないので、昨日はへばってしまいました。はい、いろいろたくさん、とても使わなくても表現はできます。なるべく具体的に書きましょう。いろいろたくさん、とても使った瞬間、書く量はすごく減ってしまいます。最後、理由は3つ法マスターしよう。これはすごく使います。意見文、そういうものを書く機会っていろいろありますね。あるいは会社のプレゼンの提案書、そういうものなどでもよく出てきます。理由は3つ法マスターしてみましょう。具体的な使い方です。まず、私は何とかだと考えます。理由は3つあります。1つ目の理由は何とかです。2つ目の理由は何とかです。3つ目の理由は何とかです。以上3点により何とかと考えます。はい、こうするとですね、すごく具体的に説明していることになるんです。はい、このいろいろたくさん、とても使わなくてもきちんと説明ができます。なおかつですね、1つ目の理由は、2つ目の理由は、3つ目の理由はと書くと、書く量が増えるんです。また3つの理由を考えることによって、より深く物事を考えられるようになります。この力はすごく役立ちます。推薦の、作文であるとか、栄養入試、そして小論文、そして会社で入ってからでもですね、提案書、いろいろなものを書く理由があります。書く際があります。そういう時、この理由は3つ法マスターしておきましょう。以上、作文教室 U の藤本がお伝えしました。以上です。また次回。